ヒュンダイ自動車、ロウソの活発な活動により、度重なる生産支障に見舞われてきました。そのような中、そのロウソのために、驚愕の行動に出ようとしているようです。記事によると、ヒュンダイ自動車が、米国の工場で生産されている量の一部を、国内の工場に回します。生産が減っている国内工場の仕事量を維持するためだ。ヒュンダイ社が海外工場物量を国内工場で調整するのは今回が初めてだ。6日、ヒュンダイ自動車によると、米国アラバマ工場で生産しているソナタとアバンテ物量の合計7万台を国内工場で持ってくることにした。代わりに、米国の工場では、ツーソン、国内生産量の一部を渡すことにした。昨年末、ウルサン2工場が新車である GV70 生産を引き受けながら残されたツーソン量を米国工場が受け入れていく方式である。ヒュンダイ社は、最近行われた会社の経営説明会で、このように労使が合意したと6日明らかにした。これは、まず、ヒュンダイ社3工場、ソナタとウルサン3工場、アバンテなど国内工場の生産量が減少し、雇用が減少することを懸念するからだ。ヒュンダイ社ロウソは、これまで、使用者側に、仕事量縮小による雇用不安を解消してくれることを求め続けてきた。今年第1四半期非標準中型スポーツ用多目的車、SUV 新型ツーソンの米国攻略を本格化する側面もある。ヒュンダイ社が、ウルサン第2工場とウルサン5工場が担ってきた、ツーソンの生産量の一部を米国工場に渡す背景だ。ツーソンは、米国で、月1万台ずつ販売され、昨年、ヒュンダイ社が米国市場で販売した SUV の中で、最も多く売れた。今年、米国で、新型ツーソンの需要が高まると予想されると、現地生産を最大限に確保するという戦略だ。これは、結局、労使の利害関係が一致したから可能だったと見られる。ヒュンダイ社の関係者は、隣国メディアとの電話通話で、隣国、米国の主要工場の蓋閉め機、生産能力を勘案して、物量総受信をしたと述べた。彼は、米国の工場では、人気モデルの蓋閉め機を増やし、独自の需要を満たすために、市場に柔軟に対応することができるとし、隣国の生産量が減っている、国内組合員の雇用維持も考慮したと説明した。ヒュンダイ社ロウソ側は、海外工場物量を持ってきて、国内工場の雇用を維持することは初の事例とし、組合員の雇用の安定のために物量を継続して確保していくと述べた。Wi-Fi の嘘。ただ、他工場は海外に移転しろ。消費者は不安で仕方がない。長期的にも経済的にも、米国の工場を増設しなければならない。しかし、隣国は労働組合のための競争に世界に打ち勝つことができません。会社がロウソに甘えから、ロウソはさらにつけ上がる。すべてのことは、ある日突然、地球から消えても関心なし。間もなく、工場すべてが海外に出ていくだろう。一方で、隣国の大企業、サムスンは、このシンコロ化においても、巣ごもり需要を、バネに、2020年第4四半期の結果、26% の増益を叩き出していました。ただ、直近での副会長の実刑判決を受け、海外移転を示唆するように、米国のテキサス州に約19兆ウォンも投資して、半導体工場の増設を検討していると報じられています。その経済効果としては、直間接的に86億ドル、約9兆7千億ウォンの経済的効果が発生し、2973個の正規雇用、これらの給料で、73億ドル、約8兆2000億ウォンが支給されるものと予想されています。さらに、このサムスンの動きを歓迎するかのように、米国では、オースティンの市議会で、サムスン電子オースティン半導体事業所、SAS 付近一帯のサムスン通りに対する移転計画を最終承認するなど、相次ぐラブコールが見られているとのこと。さらには、外資企業、海外の投資家も隣国から逃げ出す中での、その逆を行くかのような行動をヒュンダイ社では見せています。度重なるロウソと、なぜか隣国で生産するとリコールが多発する車が多数登場、
トップも週刊の危機にさらされる。この環境で経営していこうとする自国愛によって会社がなくなることにならなければいいですが、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？チャンネル登録、高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。